収容所は沖縄戦当時、アメリカ軍が知念半島に設置した民間人収容所の一つ。その中に100名孤人員も開設された。沖縄県島尻郡玉木村の100名にあった。米軍は沖縄戦で民間人を収容するために沖縄島に数多くの収容所を設置した。中でも日本軍ともに住民がマブニに追い詰められた南部の激戦地では、 米軍に集められた民間人は、一旦、知念半島の100名収容所などに収容された。そのまま100名収容所に収容される場合もあれば、北西部の収容所などに送られることもあった。知念半島の三村には、玉木村に100名、中村居、下、茂田の収容所、知念村に敷屋、山里、愚子圏、知念久手方の収容所、佐敷村に、ヤビク イハラやニーサトに収容所が作られた。まさに終盤、半島全体が収容所としての役割を担う状態にあった。沖縄の収容所米軍は、知念半島への衛星兵造員を要請した。沖縄東南部の住民や、南部に避難していた住民は、日本軍第32軍が首里から南部に撤退したことにより、さらに膨大な数の民間人を巻き込む戦闘となる。 米軍は5月中旬にはすでに首里、与那原戦線の崩壊を予測し、さらに大量の民間人を収容する必要があるとして、知念半島の占領が完了すると同時に速やかに収容所を設立する計画を立てていた。その後、米軍は6月5日に知念半島に到達し、稲ネ・ヤビク、東山、100名に民間人収容のためのキャンプが設営され、 6月5日から10日にかけて13,285の民間人が陸軍によって移送された。第7不評師団が散布した投稿ビラの一例が報告書に記録されている。米軍が100名は安全地帯だと呼びかける一方、6月20日、日本兵と共にマブニの海岸に追い詰められていく。民間人は投稿するにも命がけの状態に置かれていた。米軍の報告書は、 南部で収容した民間人の身体的状況がこれまでのどの時点よりも深刻であるとして衛生兵などの人員を増員要請したことを記録している。増大する収容人数の数に米軍の食料備蓄も圧倒的に不足し多くの避難民が飢餓とマラリアに苦しんだ。調査によると米軍の読谷村出身者だけでも 知念半島周辺で64名亡くなっている。栄養失調や菓子などが原因とみられており、知念半島の収容施設も、その他の収容所と変わらず、ネズミやカエルすら食さねば生きることができないほどであった。沖縄戦を生き延びても続く倉国と深い心の傷はいつまでも人々の心を苦しめた。大浦崎収容所北西部の収容所への 移送増大する収容者に苦慮した米軍は、収容者を次々と北西海岸の収容所に移送した。南部で米軍に集められた民間人は、一旦、知念半島の100名収容所などに送られ、そのまま100名収容所に収容される場合もあれば、辺野古の大浦崎収容所など北西部の収容所などに送られることもあった。移送先は、 さらに粗悪な状態で多くの収容者が亡くなった。米陸軍撮影。100名収容所でアメリカ軍医師の助手を務める少女たち、沖縄公文書館所蔵毎回軍撮影。小坂寺院で子供たちと共に写っているのは当時17歳の元姫百合学徒隊、津箱久。沖縄公文書館所蔵沖縄戦では日本側の死者、 行方不明者は188,136人で、そのうちの沖縄出身者が122,228人、その多くが民間人であった。沖縄戦を生き延びた住民は、米軍が設置した民間人収容所に収容され、そこで粗悪な収容所運営に由来する菓子やマラリアで、収容所で亡くなった住民も少なくなかった。親のいない小さな子供たちも多く、 米軍はこれらの収容所に付随して、孤児院を10カ所から13カ所設置した。女子学徒隊と孤児院激戦地南部で生き残り捕虜となった、はしごは小ぎ学徒隊や、姫ゆり学徒隊の女子学徒隊らは、まず100名収容所に送られたが、そこでも収容所の病院や、孤児院で勤務することとなる。姫ゆり学徒隊は、南部の激戦地で240名のうち、 136名が亡くなっているが、生存者の一人である津波小久は捕虜となって100名に送られ、そこで孤児たちの世話をすることになった権威を以下のように語っている。1945年8月4日の米海軍の記録は沖縄本島小座の医務室とあるが、マスで仕切った場所で生活する孤児たちの姿が記録されている。 南部で米兵が保護した多くの親のいない小さな子供たちは小座収容所に集められ、またその世話係として女子学徒隊の少女たちも6月末頃に小座に送られた。以下、動員されてナゲエラ号や式名号に派遣されたもと、コアオ青リ学徒隊の生存者の証言によると、孤児院の小さな子供たちは服もなく小さく仕切られたマスの中で寝起きした。 それは、米海軍が8月4日に撮影した、コザの医務室の写真と一致する。1949年3月14日に、米陸軍が撮影した100名個人院の写真。米陸軍カメラマンの撮影に、笑顔で答える100名個人の子供たち100名個人の、記録このように、多くの証言は、各個院での子供の衰弱死が相当数あったことを、伝えているが、 収容所とその養老院や、孤児院を実際に設立管理していたはずの米軍には、その記録は、ほとんど見られず、今も、名簿や業務日誌などの所在は明らかにされていない。孤児院での子供たちの衰弱死に関する統計もなく、浅井春は、米軍管理の下で正確な統計が存在しない、こと自体が、囲い込みであり、施策の怠慢を物語っていると指摘する。 米軍の占領下で、沖縄で、児童福祉法が制定されるのは本土に5年も遅れる1953年10月で、あり、沖縄の占領政策が優先される中、子供の権利は大きく後回しにされてきた。また、浅井は、米軍記録の不在の中、米軍政府の下で、沖縄民政府要らに記載された各個人の収容人数の数と、 1945年11月21日から1946年4月3日に、ウルマ新報に掲載された、個人院の宮取木を求む欄の名前の数の違いにも、言及している。小座個人院で新聞に掲載された名前は412名だが、洋欄には81名と記載されている。100名個人は1946年、洋欄では24人とされている。 ウルマ新報への掲載記録は書かれてはないが、しかし、1946年から1949年まで、軍政府があった、知念補給地区で商工のホームメイドを務め、軍政府要人と親しく接する機会の多かった、上原栄子は、彼女の自伝に、住宅建設予定地から見える100名古寺院の様子を、記している。収容人数が多く、コンセットのに収容できないため、 未だ三角屋根の米軍測定店舗を使っている、個人の当時の様子が伺われる。知念半島のヤビクには、日本軍の情報を収集、翻訳するとともに、民間人尋問を行う、情報機関、第310敵情報隊文献隊 CIC が、駐屯し、兵士か民間人か等の厳しい尋問が行われ、日本人兵士、朝鮮人軍部、 防衛隊と民間人とを振り分け、前者は、やか捕虜収容所などに送られた。沖縄戦の作戦参謀である、矢原博道が民間人に扮して、マブニから脱出した際、米軍の捕虜となり、尋問で高級参謀であることが発覚したのも、ヤビクの CIC であった。収容所外での行動範囲は厳しく規制されていた。民間人収容所は、沖縄戦の中で保護した。 民間人を管理するための施設であり、沖縄戦を生き延びた住民に食住と手当を提供する一方で、基地建設工事が展開される地域から住民を隔離する役割を担っており、住民が囲い込まれている間に、基地建設のための土地接種を規制事実化した。知念半島に集められた収容者は、南部の捕虜を収容する知念半島の収容施設から、北部の収容所へ、 強制移動が始まり、7月11日から8月18日まで、6330人が、北西地域の収容所に送られた。それでも知念半島の人口は膨大なもので、そのため米軍は9月25日に、知念市を発足させた。10月に17,914人だった人口は、知念市の統合拡大もあって1946年1月15日の、 人口調査では四万二千三百十五人となった。知念半島の西側には、米軍基地年補給地区が作られ、九百四十六年十月から九百四十九年十二月まで、米国軍政府が移転し、それに付随して四月二十四日に、沖縄民政府も石川市東女から、佐々木村新里の米軍基地新里通信所へ移転したため、知念市は、その間、 米軍統治政治の中心となった。しかし、1949年に、軍政府と民政府は、那覇に移った後、知年氏は再び、知年村へと戻る。ペンタゴン・ペーパーズ・スキャンダルで、沖縄の CIA 拠点が、政治問題化した、知年補給地区も1974年に変換された。参考文献。ありがとうございます。